アレクサメノスの書き絵略ズアレクサメノスの書き絵、またはパラティーノの書き絵はローマのパラティーノの丘近くの壁に描かれた落書きである。冒徳の書き絵とも呼ばれる。一般にキリスト教の十字画像を描いた絵では最初期のものと考えられている。十字架に貼り付けにされた人物はロバの頭で、その左で若い男が片手を挙げて立っている。 おそらくペーガニズムの崇拝を示唆しているのであろう。十字架の下には、拙い字で、こんなギリシア語の名字が書かれている。イプシロンベータイプシロンタウイプシロンは、イプシロンベータイプシロンタウアルファイオタの書き誤りであろう。分けすると、こうなる。分けすると、こうなる。共通の認識としては、この書き絵が描かれたのは、3世紀のいつかということになっているが、西暦85年という説もある。 パラティーノの丘発見されたのは1857年、パラティーノの丘からドムスゲロティアナという建物が発掘された時で、その建物の一室でこの柿絵が見つかった。この建物は、ローマ皇帝カリグラが宮殿にするために手に入れた家で、カリグラの死後、宮廷の使用人のためのペダゴギウムとして使われていた。その後、建物の上の区画を拡張するために、 建物は通りごと壁で仕切られ、何世紀も封印されたままになっていた。アレクサメノスの書き絵は、現在は、ローマのパラティーの美術館に所蔵されている。大多数の研究者は、アレクサメノスの書き絵は、キリスト教をあざけっているものだと受け止めている。頭をろばにすげ替えることも、貼り付けも、どちらも当時のローマ社会では、侮辱的な意味だったはずである。4世紀に、 コンスタンティヌス一世が廃止するまで、貼り付けは重罪人に対する処刑に使用されてきて、この絵が与える衝撃は、現在なら、差し爪、首に、公主刑の縄をつけた、あるいは、電気椅子に縛られた人物像を見るに等しいものである。当時においては、キリスト教がロバ数廃の廃一神教であるとする球団が広く存在していた。テルトリアヌスは、 二世紀後期から三世紀初期にかけて書いた著作の中でユダヤ人と一緒にロバの頭の神を崇拝するキリスト教徒がいることを書き、非難した。さらに、廃教徒のユダヤ人がデウス・クリスティノーラム・アナキッツと名打つロバの耳と歪めを持つキリスト教徒のギガをカルタゴにもたらしたことにも言及している。研究者の中にはこの書き絵はエジプトの神アヌビス、もしくは 瀬戸の崇拝、あるいは若い男が行っている儀式は、馬の頭の像やた十字クロスオブタウを伴う、グノー能質主義の儀式である、とする説もある。書き絵に描かれた十字架信仰が、当時のキリスト教で本当に行われていたのか、あるいは、キリスト教信仰をあざけるために、ロバの頭のような別の要素を付け加えたことについても、論争が続いている。例えば、 通常、ローマでは死刑囚を全裸にしていたのに、柿絵の中の貼り付けされた人物は下帯をまとっていて、それは、この柿絵の作者が少なくとも、アレクサメノスか誰かが儀式を行っているのを実際に見て、それを元にして描いたことを証明しはしないかという意見もあるが、それに対して、十字架は四、五世紀になるまで、信仰の中で使われることはなかったはずだという反論もある。 ところで、柿への描かれた隣の部屋には、別人の手になる、次のようなラテン語の名示がある。意味は、アレクサメノスは誠実なり、あるいは誠実なるものアレクサメノスとなる。柿へのあざけりに対する反論として、アレクサメノス本人もしくは、第三者が書いたものと考えられている。ありがとうございます。